1、2、1、2、1、2。どうも皆さん、こんにちは。富士市役所の筋肉王こと福島ゆうきです。今回の富士広報室は富士市トピックスをお送りします。こんにちは。食育推進室管理栄養士の高野です。今回紹介するのは富士市の学校給食オリジナルメニューサイダー缶の作り方です。子どもたちにはおなじみのサイダー缶、お父さんお母さんには懐かしい学校給食の思い出の味ですね。それでは早速作り方を紹介したいと思います。およそ10個分の材料はこちらです。ではサイダー缶を作ってみましょう。最初に水 550ml を鍋に入れます。次に粉寒天 12g を入れて火にかけます。寒天をしっかり煮溶かします。次に砂糖 100g を入れて煮溶かします。ここで寒天液を十分沸騰させることがポイントです。しっかり沸騰させないと寒天が固まりにくくなってしまいます。寒天液をしっかり沸騰させたら火を止め、メロンシロップ大さじ2を加えて混ぜます。次に水で濡らした容器に
寒天液を流し入れます。寒天液の温度が約52度まで冷めたら、よく冷えたサイダー 350ml を入れてヘラでそっとかき混ぜます。温度計がない場合は、寒天液の表面がうっすら固まってきた時がサイダーを入れるタイミングです。粗熱が取れたら冷蔵庫でよく冷やし、固まったら出来上がりです。切り分けていただきます。サイダー缶パフェなどいろいろアレンジして楽しんでみてください。サイダーのシュワシュワ感がたまらない学校給食で大人気のメニューをぜひお家でも作ってみてください。今日は静岡ガスエネリアショールーム富士クッキングスタジオからお送りしました。会の発足以来ちょうど5年目ですけども、コロナがあって皆さんに知ってもらう機会が、ね、少なくなってしまって残念に思ってたんですが、こういう場所を借りられて、ぜひこの期間に北斎が描いた街を知ってほしいという思いで、こういう会を立ち上げました。でそれで市の皆さんにも見てもらって、シティプロモーションの方のお協力も得ながら、こんな風にできることとっても嬉しく思っています。もう富士市の皆さんには北斎の町富士市っていう名称でこの場所に来ていただいて、原風景が残っているのは春秋片倉茶園の富士ですので、見ていただきたい、ぜひ来ていただきたいというふうに思っています。私たちコミュニティ研究会は現在46人で活動しています。これまでは近所の方々から障子や網戸を募集して張り替えたり、あとは海や川の清掃、あとは富士市の昔と今の写真を比べる今昔写真展っていうのを文化祭でやりました。あとは、商店会で行われているガラガラ抽選会の、お手伝いっていうのをさせていただきました。もうカモが住んでるんですけど、非常にこのゴミの中で暮らしているのはかわいそうだなと思って、もういっぱい出てきました。大きいサイズの45リットルかなのゴミ袋がもう何十袋って出て、全部のゴミを取り切れないんです。やっぱ1日じゃ
だけど、まあ、やっぱカモがもう次の日見た時に優雅に泳いでるのを見て、はい、ちょっとは良かったかなって思います。一番はそのなんか手伝った方々からありがとうって言われたり、その所持張り替えた時にありがとうございますって言ってくれるのが一番嬉しいです。あ、いや、一番嬉しかったのはカモが泳いでたやつもうずっとここで暮らしてって思いました。駅北の公園限定で公園マップを作成している途中です。理由は小さい子供がいる、お子さんがいる、お父さんお母さんにこういう公園があるんだよとか、そういうなんかもっとその公共の施設、公園、今回は公園に限定したけど、そういういろんないい施設を知ってもらいたくて公園マップを作りました。コミュニケンとしての目標はもうみんなで活動したくて、それでみんなでその富士市が抱える問題を発見したり、その問題の原因は何なのかっていうその洗い出し、あとはその課題を解決する上で出てくる障害とか、その障壁っていうのを考えられるようにみんなでできるようにしたいなと思ってます。そしてその問題を解決し、少しずつ解決していく上で、その富士市とか富士市に住んでる人たちに良かったって言ってもらい、で最終的にはもう富士市に来たいと思ってもらえるような外の人が、そういう活動をしていきたいなって思ってます。こんにちは、シティプロモーション課広報校長担当小鈴木です。今回は広報富士令和3年9月5日号について紹介します。今回の表紙は8月17日に毘沙門天妙法寺で行われた東京2020パラリンピック聖火リレー聖火フェスティバル富士市採火式の様子です。当日は戦いの神として知られる毘沙門天のもと火の祈祷が行われ、富士の日としてランタンに灯されました。この日は静岡県の集火式を経て東京に運ばれました。今回の広報富士では富士市地域産業支援センターオープン、令和4年度幼稚園、保育園、認定こども園などの入園申し込み、子どもの権利、結婚新生活支援補助金などについて紹介しています。広報富士は市内全国配布のほか、富士市役所や各地区まちづくりセンターなど市内公共施設、一部コンビニエンスストアで配布しており、市ウェブサイトからもご覧いただけます。最後に今回の広報富士で紹介できなかった写真を一部ですがご覧ください。どうぞ。